MLB、ドジャース24マーリンズ、日本時間20日マイアミドジャースの大谷翔平投手は19日、日本時間20日の敵地、マーリンズ戦で自身初となる3打席連続本塁打を含む6安打10打点2盗塁をマーク、史上初の51本塁打 &51 盗塁、51から51を達成した。 2001年にショーン・グリーン氏がマークした球団記録を一気に更新。グリーン氏は、なんという素晴らしい偉業、とメッセージを寄せるなど、レジェンドが快挙を祝福した。大谷はこの日、二塁打、右前敵地打二点二塁打と3打数3安打で迎えた第4打席から衝撃の3連発。6回に右越え49号ツーラン、7回に左中間へ50号ツーラン。 そして9回にも51号スリーランを右翼席へ叩き込んだ。ドジャース選手の年間本塁打記録はグリーン氏が2001年にマークした49発。球団記録へあと1本に迫っていた大谷が一気に抜き去った。ドジャースは公式 X でグリーン氏のメッセージ動画を投稿。昌平、ドジャースの球団シーズン最多本塁打樹立おめでとう。 何よりも50から50超えおめでとう。なんという素晴らしい偉業なんだ。あなたは歴史上最高の選手だし、最低でも1週間あなたの名前と一緒に私の名前も紹介されることは名誉なことだと笑顔で語っている。